そしてチームの一員としてリオプラス20にも参加できたということで、20年経って改めてリオに参加することができた、リオのプロセスに参加することができた。リオセントラルから別通りの向かい側に行きまして、実際に活力のあるさまざまな動き、イベントが行われているところもこの目で見てばれました。さて、今回の成果文書をベースに私の思うところを述べてみたいと思います。と言いますのも、成果文書というのはこれ採択されたものでありますので、成果文書は国際社会、そして国連システムが今後のたたき台としてさらに取り組みを進めていかなければならないものなのです。私たちこの政府間プロセスの外にいる我々がグループとして何をしなければならないのか、やれることはいろいろあると思うのですけれども、その辺の話ができればと思っています。これはファクトシートから取ってきたものです。今回のリオプラス20に何人参加したかというような数字が出ています。あと一つここで注目しておきたい、ここには入れてませんけれども、自発的なコミットメント、前回は5000億ぐらい拠出額があったと思うんですけれども、ロハニさんおっしゃってましたけれども、 LB 制銀などとともに一つのトランスポーテーションについて1000億ドル拠出したと言っておられますので、自発的なボランタリーなリオプラス20プロセスへの貢献額というのは増えてきているということなんです。これはこの中にはデータとしては入れておりませんが、非常に参加者の人数も多かった、大勢の人が参加したということも分かりますし、参加者の数という意味では非常に成功した会議であったということが言えるかと思います。92年と2012年リオを比べますと、 UNFCE リオを比べますと、私は人間ですので若干偏見があるかもしれませんが、できるだけ偏見をなくして申し上げますと、92年の UNFCE のハイライトと、右側は UNCSD2012 年のハイライトです。 UNCED と UNCSD、 私はいつも混乱してしまうんです。どっちがどっちだったか分からなくなってしまいます。ほとんどに似た略語なので、頭文字としては主要な成果はいくつもありましたが、その中でいくつか選んでお話をしたいと思っています。コンセプト、持続可能な開発のコンセプト、これが広く受け入れられたということが今回言えると思います。各国政府によっても、民間セクターの NGO などにとっても広く受け入れられたと、つまりそれによって正当化が与えられたということなんです。そしてアジェンダ21アクションフレームワーク、そしてさまざまな条約コンベンションにが締結されたわけですけれども、1992年、これによって主要なグループ、そして多くの国々の取り組みが活性化したということなんです。そして大会会合の準備のプロセスでさまざま取り組みなされてきた154の NGO が 75% が先進国のあれだったわけです。そして2つの基準を使っております。それは何かと言いますと、関連性があるかどうかという点です。つまり持続可能な可能性にパーテナンシーがあるかどうか、それからレレバンスがあるかどうか、パーテナンスとレレバンスというこの2つの基準を使って5万の NGO が登録をしたと、2012年は。でその結果として席が解かれたということです。市民社会と NGO が主要な国際会合にその後積極的に参加するようになったということなのです。そして9つの主要なグループ、ちょっとこれは陳腐化しています。それをどのように現状に合わせることができるかということを考えてみたんですけれども、それがうまくいきませんでしたので、この主要なグループという考え方でベースでお話ししたいと思います。そしてリオプラス20
で、開発と貧困削減の下でのグリーン経済の概念が2012年採用されましたけれども、それよりも先に進めることはできませんでした。これについて皆さんも報道等でご存知だと思います。非常に辛辣な議論が行われたわけですけれども、まだまだ作業が残っております。ただ重要なのは、明らかに明示的に貧困の削減とグリーン経済、そして持続可能な開発へのリンク付けがなされたというのが今回の成果だと思います。1992年にはそれがなされませんでした。ヨハネスブルグでその萌芽が生まれたということは言えると思いますけれども、それほど強いリンクがなかった。リオプラス20でそのリンクが非常に強化されたというのが重要なポイントではないかと思います。成果文書としては、我々が望む未来という成果文書ですけれども、私はその紹介をしようと思いましたけれども、まだ異論が多い部分であります。最後の14枚目のスライドでそのあたりの話をもう一回したいと思いますが、皆さんご存知のように、正式なセッションが始まる前の金曜日、だいたい11時頃だったと思うんですけれども、この成果文書の半分にはまだ多くの括弧書きが残っておりました。それが土曜日、週末をかけてブラジルの外務大臣が来まして、12時に人がいっぱいいる中で彼はこう言いました。これがドキュメントだと、そしてコンセンサスだと、そしてこれを採択すると宣言をしたわけです。すべての過去書きがこれによって削除されました。これはいいことではあったのですけれども、非常に大きな問題があったということは否めませんで、これは解決しなければなりません。 UNCSD ではブリックスといわれる国々の台頭が目覚ましくなっておりました。道を渡った公園に行きますと、パビリオンもありましたし、様々なイベントがブリックス各国によって組織されておりました。ただヨーロッパの債務危機によって若干、それが影を落としていたということもありましたけれども、アクションプランの中にはもうありとあらゆるものが入っておりまして、アクションのためのフレームワークということなんですけれども、バックグラウンドのドキュメントの中からいくつか抽出しています。アフリカですとか小島嶼国などは入っておりませんけれども、この中にフレームワークの中に入ったわけです。でこの中にはさまざまな論点がごたまぜに入っております。そして国によって自分の選びたいものを選ぶことができるという状況になっておりまして、これは今後 SDG を発展させていくときに大きな課題となろうかと思います。これは成果文書から取ったものですけれども、赤い字で、私自身これ赤くいたしました。ここに注目していただきたいからです。これ245パラグラフ245です。正しくこの赤い字を通訳の方が通訳してくれるといいんですけれども、国連システムでは文書はすべて文言がすべてであります。それを正確に理解しなければなりません。すべてのコンマ、すべての点に至るまで交渉の産物としてあるわけです。我々は改めて強調としたと MDG などなど、そして最後に我々は固くフルに事業を得た形で達成されることにコミットしているというふうに書いてあります。つまり政治の視点から MDG が強く支持されたということがわかるわけです。